稲富修司は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。福岡県大野城市生まれ。白寮中学校、高等学校卒業後、2年間の老人生活を経て、東京大学法学部に入学。1995年、大学を卒業し、丸紅に入社。人事部に配属されるが、翌1996年に退社し、 松下政経塾に入塾した。2000年、松下政経塾を卒塾し、2002年に、コロンビア大学国際公共政策大学院を修了。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、福岡11区から出馬したが、郵政民営化法案の衆議院本会議における、 採決で造反し無所属で出馬した、武田良太、自由民主党公認の山本光造の争いに、埋没し、得票数3位で落選した。2007年、民主党、社会民主党の推薦を受け、福岡県知事選挙に無所属で立候補。知事の在任期間は3期12年まで、知事の公社売却、退職金廃止。 公用者の見直しを公約の柱に掲げ、4選を目指す麻生渡る知事への対決姿勢を明確にしたが、落選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、福岡2区から民主党公認で出馬し、自由民主党副総裁や防衛庁長,長官、建設大臣を歴任した山崎拓郎を破り、初当選した。2012年の 第四十六回衆議院議員総選挙では、福岡2区から民主党公認で出馬したが、自民党新人の鬼木誠に3万7千秒帳の大差で敗れ、比例復活もできず落選した。2014年の第四十七回衆議院議員総選挙にも、民主党公認で福岡2区から出馬し、再び自民党の鬼木に,に敗れ、前回より票差を縮めたものの、席配率では、 同じ民主党所属の尾形林太郎に70票及ばず落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原政治民進党代表が9月27日、民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明。稲富は希望の党に公認を申請し、同党公認を受けて立候補した。 福岡2区では自民党の鬼にきに敗れたが8000秒余りまで票差を縮め比例九州ブロックで当選し5年ぶりに国政復帰を果たした2018年5月7日民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加した家族は子供6人を含む9人家族だが2021年4月より妻子とは別居中 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙で再び、大日に僅差で敗れ、比例復活で参戦。2007年、民主党の推薦を受けて、福岡県知事選挙に立候補した際、民主党側から推薦料の名目で、同党の政党交付金から4000万円の資金提供を受けていたが、選挙後、うち、 約1900万円の使途が不明のままになっていた。稲富の選挙運動費用収支報告書によれば、収支差による余剰金1909万1594円が発生していたが、稲富の政治団体や民主党の支部には寄付されていなかった。2007年、民主党福岡県連に返金。新聞赤旗の報道によれば、 2007年から2008年にかけて、鳩山幸夫衆議院議員が、実母から提供を受けた12億円余りの資金から200万円を、鳩山の資金管理団体、友愛政権婚和会を通して受け取っていた。ありがとうございます。